はいどうもタクタクです。夢日記 3D 実況プレイやっていきたいと思います。前回は、このですね、名前がなんとかサダム先生、ちょっと名前は忘れてしまいましたが、の部屋まで来て、こっちですね、この三人衆ここにいるんですけど、これを包丁で刺した先にですね、いる透明の窓付きを包丁で刺しちゃったら、閉じ込められちゃったんですよ。その、なんか、蛍光灯じゃねえや。街灯と橋と水の世界に。うん。ちょっと何言ってるか分かんないって人は、前回のを見ていただきたいですね。なんで、ちょっと、ここの世界をですね、ちょっとこう、今日は探索していきたいなと思うんですけど、ちょっともうね、ああいうのちょっともう勘弁してほしいんで、僕ちょっと違う方法で行くんで、このナイフはちょっと一旦置いておきましょう。置いておくっていうか、閉まっておきましょう。で、こっちにね、窓付きがいるんですよ。これ刺しちゃったらもういないかもしれないですね。あ、いた。そう、この窓付きちゃんを、この透明な窓付きちゃんを刺しちゃって、大変な目にあったんですよね。で、この窓付きはね、これやっぱここでうろついてるだけで、話しかけても何にもなんない。なんでまあ、ほっときましょうということですね。で、この上とか、なんか登れるようなんで、ほら、こういう感じで。ちょっとこういう感じで、この世界を探索していきたいなと思いつつも、なんかもう、これで全貌を見渡してしまってる感じがするね。これが全てじゃないのっていう。まあ、とはいうもの、なんか物陰に何かあるかもしれないんで、そういうことをちょっと注意しながら見ていきたいなと思います。なんか、この辺りに何かありそうだな。この、何もなかったらどうしよう何もなかったら本当にどうしよう。あの窓付きエフェクトじゃないのかな、透明になれるとか。あ、来た来たよ。ここだよ多分。ここでいいかな。他にないよね。エフェクト的なものとかひっそりあるかな。まあしょうがない。その時はその時だよね。ここに入ろう。いけるかな。あ、いけた。うわぁ。おぉ、数字の世界と何かが合体したような感じだったな。おぉ、何これ、なんかいるよ。なんかあるよ。もやもや、え、何これは何、これ刺せるのかい、もしかしたら。いや、最近刺したらさ、どっかに飛ぶっていうトラウマがあるから。あ、違う。これなんか、生き物的なものじゃない。なんかガス的なものなのかな。何かこう、地面から湧いてくるガスってありますよね、たまに。うわ、風船だ。これ何？おわわわわ。お、なんか今ピンときたぞ。ちょっとナイフはしまっておこう。嫌な予感がする。ちょっとピンときたところがあるぞ。おう、ああ、待って、これはエフェクトと見た。どうだ、取れない、嘘、エフェクトじゃないの。え、嘘でしょ。あ、違うんだ。エフェクトでしょ、どう考えても。あ、来た。おー、よかった、やっぱりエフェクト。パレット。だってもう意味深なとこ、あと一つだ、エフェクトは。パレット。これはどんなエフェクトなの。え、何それ。いや、うわ、色が変わると、そういうことか。これ持っとく意味あるの。俺もこの中に入ってる人知ってんだよね。なぜなら前回見たことあるから。じゃあちょっと見てみよう。はい。ちょっと待ってね。ちょっと普通の窓付きになるわ。はい。はい。これポニコっていう名前らしいですね。この女の子。かわいい。ポニコくん。ポニコくんで、ポニコちゃんかな。じゃあちょっと試したいことがいろいろあるけど、まあとりあえず定番の見てみようか。ほい、消えた。
こに行こう。大丈夫ね。これなんかさ、これをつけたり消したりしてたら何かが起きるらしいんですよ。これ出なきゃいけないんだっけな、一回部屋から。ちょっと10回ぐらいやってダメなら出よう。あれ起きないパターン。あ、何も起きないよ。じゃあちょっと一回出ようか。で、もう一回入る。これを何回か繰り返そう。うわっ！来た！来た！いや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 、怖い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 。早いな。早かったな、今回。なんじゃこれ。うわー、いろんな世界だよこれ。ちょっとどうすればいいでしょうこれは。ちょっとこれどうすればいいかな。ちょっとごめんなさい。返してください。俺が悪かったから。あ、ちょっとこういう時にさせない。こういう時にペイント、これでどうでしょうか。あ、何も変わらない。あ、色しか変わらない。色しか変わらないか。あれ一回、ああダメだダメだ、基本ダメだいやー厳しい気持ち悪い。ちょっと戻りますか。これはもうね、これしかないよね。これでウェイクアップ。はい、悪夢だよ。ちょっとゲームセーブ。いやー、ちょっときつかった。でもこれでもう行ったんじゃない、全部の辺、全部のとこ、全部のとこ行った気がするんだけど。やっぱここか。ここに何かないかな。なんもないか。あー、なるほど、下に行けるじゃん。気づかなかったー。おーおー、すごいすごいすごい。気づかなかったー。おー、すごい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 。あー、危ない危ない。ちょっと待って。あっちもつながってるし、こっちもつながってんな。こっちから行ってみよう、こっちから。あ、あ、これ、あ、鍵来た来たー。鍵、キーゲット、やったー、キーゲットしました。これでもうちょっと下に行ってみると何か起きるかな。こっちにも何かあるわ、何かあるわ。はいはい、これロケット台みたいな、何なんだろう。いや、ここが降りれることに気づかなかった。ほんと悔しいな。こうだもんね。ちょっとお腹がかゆい。お、来た。ああ、どこに移動できんのこれ。超、おお、行くぞ行くぞ、新しいエリア。はい。おお、雨雨雨降ってる、めっちゃ雨降ってる。おお、めっちゃ雨降ってるよ。
なまら降ってる。雨のエフェクトか。おお、ちょっと何ここ何ここ。花は花はまあ関係ないね。あ、あ、まあ、こっち行ける。あ、行けないです、はい。おお、なんかいろいろあるぞ、いろいろあるぞ。こっち行ってみようか。こっちは、こっちは。おお、なんか洞窟があるよ。ほうほう、あ、あ、森か。木だこれ。なるほどね。斬新な、斬新な表現方法だな。なるほどなるほど。こんな世界あったよね。でも確かに夢日記の中でも、まあ、これも夢日記。おお、スパイル、スパイル、スパイル。雲だよ雲。これジャンプしたら取れるとかない？はっ、あ、ないわ。100いっちゃった。ほっ、いくぞ。はっ届いてない届いてない。え、取れ、本当取れないかなこれ。これが意外とエフェクトだったりとか。まあいいか、先に行こう。お、お、え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 、いや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 、嫌な予感がする。うわー、ちょっと気持ち悪い。お猿さんお猿さんか。うわー、おびただしい量のお猿さんの頭が。うおーい、ちょっと自転車乗った方がいいかな。自転車乗りたいな、自転車乗りたい。ちょっと次も同じだったら自転車、無限ループっていう可能性もなきにしもだから。おお、あ、来た来た来た。うわー、なんじゃそりゃ。やめて。うわー、よく見よう、妙にリアルだな。ちょっと気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。森だここも。ちょっと自転車乗ろう。はい。おお、おお、おお、アメージング、素晴らしい。いや素晴らしい、素晴らしいけど、おー、ちょっと待ってね。そこ以外にもちょっと何かあるか見たいな。エフェクトありそう。エフェクトもでもあったとしたら最後だな。これで6つ目だ。ちょっと今ここに何かあった。ちょっと反対、こういう壁、壁に伝っていくといいっていうね、こういうのってね。あー、なんかあるよ、牢屋みたいなのが。うわ、なんじゃこりゃ。こんな入れ、あ、入れなさそうだな。何これ、何これ。あ、入れなさそうな。え、入れないよね。ジャンプしたら入れるとかないよね、まさか。よいしょー、入れないね、入れません。この水の中とかなんもない。あ、あ、なんかある、なんかあるぞ、なんかあるよ。あ、キノコ、え、キノコ、え、これキノコだよね、キノコだよね。わ、これエフェクトっぽい、エフェクトっぽい。うわ、あ、え、これエフェクトじゃないの？あ、エフェクトじゃない。ちょっとシュール、シュールだな。これはなかなかいいよ。これいいよ、なかなか。これなかなかいいよね、これ、この絵。なんだろうな、なんとも、なんとも言い難い状況。まあ念のためちょっと刺してみようか。これで念のための意味が分かんないよね。念のための意味が分かんないとしても俺は刺せよう。はっ、うわっ、うわっ、血が出る、キノコなのに。あっ、ちょっと待ってえらいことになっちゃった。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。シフトを5回連続で押したらシフトロックがかかりそうになって。ちょっと待って、やめようやめよう。ね、自転車、自転車に乗ります。いや、刺しても意味がなかったと。いや、絶対今エフェクトだと思ったんだけどな、気のせいか。いや、怖い怖い怖い。
口怖え。これ誰の口がモデルになってんの？作者さん。でこの中に入ろうか。はい。あーあー、もう一回入ると。はい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 。見覚えある見覚えあるも何もね。一緒か、そもそもここ繋がってる？あ、一緒っぽい、一緒っぽい。見たもん、見たもん、これ見たもの。え、こっちに行くとだって戻るよね多分。ほらほら、結構こっちは、こっちが今来たとこか。結構迷って、あ、こっちとか行ったことあったっけ。あー今行ったとこか、今来たとこ。こっちに行くと何になる？あ、何もないか。大体でももう回ったな、この辺は。他にエフェクトはどこに、これがエフェクトって落ちはないよね。うん、多分ないと思う。ちょっとね、方向感覚がね、ここ入った、ここ入ったよね。入ったよね。ちょっと、もうダメだ。起きよう、一回起きよう。もう。どこをどう回ってるのかもうね、酔いそう。てかもう酔ってきた。3D 酔いしてきた。正直もうね、やっぱ吐きそうなレベルだよね、これ。はいはいはい、持ってきましたよ。じゃあ起きるか。起きようか。起きようかって言いながらちょっとね、すごい探索したいんだよ、この辺を。なんでこっち行けないんだよ。こことかなんか意味あるのかな。はい、起きます。うまく操作できない。はい、ウェイクアップ。これなんかね、キャプチャーを、画面をキャプチャーしてるとなんか動きがすごく操作しにくくなっちゃうんだよね。なんでなんだろう。はい、というわけで、今回も一旦これで終わりです。ただエフェクトがあと、あれ、なんだなんだ、あ、そうか、起きてる世界だからか。エフェクトがあと一つと鍵があと一つ。多分もうすぐ最終回になるのかな、わかりませんが、頑張っていきたいと思います。次回も。それではまた次回ご覧ください。ではまた。